ユニバース。ナイスさんはイケメンヒゲダンディズム。はい。ユニコーンの憧れミスユニバースを目指すキャメリンたち。前回のスイーツランドではアイスマリマリ対決でまさかの勝利。そして今回行くのはナミベ。一体今日何待ってんだろうね。この街も美味しそうなものがいっぱい。前回のスイーツランドと街のキャラかぶりまクリスティアゲユニ。でもこっちは結構食べ応えある系よ。はい、僕はロッサ。ようこそナミベへ、素敵なお嬢さんたち。うわ、めっちゃイケメン。キラリンキャメリン、ほんと素敵な紳士。あ、我慢できない。もう、あー、ミーアパイセン、いきなりっすか。こんなエレガントなレディーならキッスに乗るからさ。だったら私ハグしちゃうもんね。わお、ロッサのヒゲにクリームがベタリー。オーノー、ごめんなさい、すぐ取ります。それ取れた。ちょっとヒゲごと取れましたけど、これってつけヒゲじゃないってことは、オーノーってこと。あ、バレちゃった。頭きたからポテト大食い対決で勝負だ。負けたらレディーたちはどうするんだ。ポテト大食い対決、説明しよう。ポテト大食い対決とは、ひたすらひたすらポテトを食べまくり、たくさん食べた方が勝ちというシンプルな対決。こっちの代表はポテトを愛し、ポテトに愛されてユニコーン、その名もベッカ。イエーイ、騒がしい。それじゃあ行くよ、よーい、ポテト。さあ両者一気に食べ始めた。あ、もう飽きた。飽きるの早すぎたっすけど。キャメリ、早くのペースだ。一方ベッカはどんどん食べ続けてる。どうしてあんなに食べられるのかしら。見て、こっそりマスタードをかけてるわよ。おっと、マスタードをかけ味に変化をつける作戦だ。ずるい。だったらキャメリ、頭のそれ。そうか、このチョコレートドリンクを。なんとキャメリ、ポテトにチョコレートドリンクをかけた。一体どんな味なんだ。まさにポテトにチョコレートドリンクをかけた味。そのまんま。でも超美味しそうなんですけど、私も食べたい。私も。ウェイト、私も。大勢中のビッグが食べ出した。なんであんたが食べてんのよ。キャメリン、ポテト完食。この勝負、キャメリン勝ち。戦いだったね。で、元のヒゲ男に戻ってるし。おめでとう、勝利の記念にぜひこれを受け取ってくれたまえ。プレゼントフォーユー。ありがとう。で、またポテト。ポテト対決で勝った記念はまさかのまたポテト。しかしこのポテトが次回勝負の鍵を握ることに。続く。今回紹介するユニコーンはロッサモッツァエラ。得意料理はナミベイ名物のナポリタン。三つ星シェフを目指すユニコーンだよ。